いた。あんなところで何してるんだろう。ライムの考え方は良くないと思う。ユズこそ何を一番大事にするべきか忘れているんじゃない？でも、それにもうあまり時間がない。ユズ、もういい。ライムには相談しない。あ、見られちゃったね。何かあったの？何でもないよ。ひなちゃんは気にしなくていいから。ひなちゃんこそこんなところでどうしたの？この間のことまだ謝ってなかったなと思って。この間？アコが行方不明になった時、二人のことを疑っちゃったから。それとアコを助けてくれたお礼も言いたくて。謝らなくていいよ。ライムは別にアコちゃんなんてどうなってもよかったんだから。え？大丈夫、ライムたちに任せておけば全部うまくいくから。どういうことだろう。あなた。ちょっと待ちなさいよ。どっちに逃げてったあの子。え、ごめん、わかんない。信じらんない。犯人？今日も文化祭の出し物決まらなかったわね。また次回に持ち越しね。今日も決まらなかった。私も考えないと。でも何だったらみんな納得するんだろう。今日はこれで終わりにします。最後に先生からの伝言があります。最近1年生の教室で盗難事件が多発しているそうです。みんな持ち物の管理には十分注意してください。盗難事件ね。ん？あの子は。盗難ですって。怖いと思わない？ねえ井上千尋さん。あなたが盗んだんでしょ？昨日逃げてくところを見たわ。ねえ荷物検査しようよ。そしたら犯人がわかるんじゃない？やめなよ。証拠もないのに責め立てるのは良くないよ。だから荷物検査して証拠を見つけるんじゃない？そうそう、
やましいことがないなら別に見られたって問題ないはずよ。じゃあ私たちも全員荷物検査されていいってこと？犯人じゃないことを証明するために。それは…はいはい、そこまで。わかった。さあ、念のために聞くけど、実はやっぱりあなたが犯人とかじゃないよね？じゃあなんで逃げたの？どうしたもんかな。何？かっぱってくれてありがとう。行っちゃった。